これ駐輪場？駐輪場です。すごいね。多摩川？多摩川です。駐輪場まであるんだ。電車で来てもできる。行政が素晴らしい。日の出から日没まで釣りができます。へえ。ここに管理者。すごい。押して歩く分には大丈夫。駐輪場です。素敵。なかなか凄まじい自転車ですね、これ。自転車なので。あと多摩川はやっぱりサイクリスト多いんで。いやー、それやけどこの自転車がすごい。ここへみんな見て、これステラがついてる、ステラが。シマノの優秀なブレーキついてます。ご実家の自転車で。多摩川です。いやー、なんかいいね。川風が心地よいし。スカイブリッジ。スカイブリッジ。川崎とあの羽田つなぐのが今年開通したんです。あ、ちょうど紐出てきた。よかった。あ、今何時だっけ？8時半ぐらいだな。もうちょっと。じゃあ9時です。9時。朝9時です。あ、ここでリールテストを。低くて投げれるところって。なるほど。全然ないから爆風の中。へえ。地球スプールのテスト場です。ここまでは上がってきちゃう。ですね。ちょっとなんかスタートするにはちょこっと遅いですよ。遅い？ちょっとだけ。ちょっとだけね。っていうのは、あの、砂、サンドボーみたいになってるところとかが結構見えるんですよ。なんか謎のこう、掘れてるところとか。それ見ながら行って、一番奥まで歩いて行って。なるほど。あの、粘らないで、とにかく。ノロでもいいんで。そうね。歩いて、やる感じです。はい、じゃあ使う道具を、ちらっと。使う道具は、そうだな、これ64ハミジャミか。ハミジャミですね。スピニングでもベイトでもどっちでも大丈夫です。はい、はい、糸は基本強めでいいと思います、うん、PE だったら 0.35、0.45 ぐらい、うん、リーダーは 1.55 とか2号巻、僕なんか今日は2号巻いちゃってます、うん、っていうのはシャローゲームで見えてるようなやつを拾っていくことが多いんですよ、うんうん、そうすると糸の影響少ないんで、うん、あのルアーなくしたくないと。そうなぜ釣るのにいちいち1500円ぐらいのものがなくなってしんどいの。じゃあ続いてちょっとルアー見せてください。ルアーじゃあ渡しちゃったな。松野船長おすすめルアーセット。さっき渡しちゃいましたよ。アミコン。アミコンがいいですか、やっぱり。はい、アミコンカスタムバージョンです。簡単に言うと細かいリフト&フォールですね。このセッティングだとただ巻きしても泳がないので、うんうん、持ち上げて落とす、持ち上げて落とす、うんうん、そうすると少しロールするんですよ、うん、その明滅でチカチカして反応してバイトが出ると。なるほど。フックどうなったんですか。フックね、これすごく下心ありありの状態になってるんですけど、はい、おシングルフック、これナッツジグの3.5g の針を外してなるほどつけてます。でこのアシストなんですけど、あのスライド幅をコントロールするためっていうのと、小型のハゼも僕なんかは釣って確認がしたいので、ほんと下心です。ファミコンの風用の仕様にしてあります。前に重りをつけて、これ 0.5 号のナス型になってないけどナス型重りに、シングルフック、これナッツジグについてるダブルフックのうちの1本 3.5g についてるのに、ハゼクラ用で売ってる、アシストフックをつけてます。これが一番バランスが取れてフッキングもいい。ただ大型の個体に関して言えばこのシングルフック1本で全然食っちゃいます。だいたいね、はい、うん、っていう欲張りセッティングですね。ただ結構絡まないんで、逆にこれでやらない理由が今のところ僕はなかったりします。なるほど、はい、あとナッツジグも用意されてますか。はい、ナッツジグの
これ 5.5 か。5.5、3.5、1.8。この3種類が、まあまあ、ハゼ狙うんだったら一番。これフックはどうなったんですか？フックはね、カルティバのトラウト用のバーブレスフック。これ今ついてるやつが。はい。12番にしてますね。厳密に銘柄どうこうっていうことは、最初気にしなくていいと思います。その日の状況で、ワイドゲープでショートシャンクのものが良かったりもするんで、僕は比較的手に入りやすくて、売ってますよって言いやすいものをつけてるだけなので。大事。はい。これアミコンとナットの使い分けはどんな感じで？そうですね、基本的にはシチュエーションは似てます。やっぱりハゼクラっていうのが今そのルアーでやるハゼのメインなんですけど、届かないところを狙い撃ちできるっていうのがあって、まず着水地点から沈めればそこからもう釣りが開始できる。なるほど。クランクはどうしてもまあまあ助走距離も、潜るまでの助走距離がいるんで、かなり飛ばさなきゃいけない。なるほど。で、玉川って実は風向かい風が多いんですよ。羽田側でやってると。今も向かい風だもんね。そう。そうすると結構飛ばないんです。なるほど。その時にスコーンと飛ばせると。なるほど。今まで諦めてた魚が取れるっていうのはかなりでかいですね。水深がもう1メートルとかになっちゃうと、あ、正直もうそろそろ帰ろうかなって思ってたのが取れちゃう。なるほど。なのでまあまあ最初僕正直半信半疑だったんですよ。まあ釣れるだろうなと、ただハゼクラの方が釣れんだろうねと思ってたんですけど、うん、ちょっとこれから変わるかもしれない、そのハゼゲームがってちょっと大げさだけどね。先週このライトゲームマニアにね、うん、ニューって書いてあるでしょ、僕ニューハゼゲームね、ハゼクラだけじゃないよっていうの。だから今日はもうその本番をね、はい、今からとりあえず船長模範演技をよろしくです。おおお、じゃあスピニングタックルですやります。そうですね、いきなり投げると目がかかる。取りに行ける範囲で、まず取りに行ける範囲、そこ大事だね。本当にもうなくさないの大事。これ今アミコンです。これぐらいの。なるほど。比較的フラッキングはベイトでやるんですけど、うん、これわざわざスピニングでやってるのに意味があって、この時にラインスラック出してる、うん、優しく持ち上げて取ります。持ち上げて落とすをふわ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 、こんなんやらなくて大丈夫です、うん、なるほど。なるべく浮かないようにでも浮かす、要はローリングさせるための分を浮かしてるイメージです。なるほど。もうずっとこれだけです。ただバイトがあった時に止めてとかフッとハンドル入れてとかで、よりなんだろうな、いろんな状況に対応できるところもこのリーグの強みかなと思います。うんうん。で、正直これぐらいの水深だともっと奥まで行けばガレてるって釣れるんですけど、うんうん、この辺で行くとちょっと苦しいんで飛ばしちゃいます。この距離でまあまあちょっと練習というかセッティング出してる時に結構連発して、ほうほう、今までこれはさすがにクランクで取れなかったのでもう独り勝ちじゃんと、餌でもできないし、クランクでもできないから、だからハマってる時は一人だけボコ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 当たりも大きいし、ああ当たった当たった。ちなみに今やってるこの水深だとハゼクラもちょっときついです。そこ叩けなくなってる。なるほど。ん、ほい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 、お、来た。はい、来ました。お、水面滑らすのが一番いいと思ってます。でクランクが入れるとバレちゃうんですよ、この時に。おおお、違うのが釣れてる。ラッキーゲスト。うぐい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 も釣れる。まあ釣れるよね。めっちゃ綺麗。よし、次はハゼお願いします。
いやお疲れさんでした。いやもう洗礼を食らいまくり。あでもよく釣れたじゃないですか。魚は良かったけど、もう僕の引きがない。なんとかなったかな。でもあとはうまく取れてるのを、うん、祈るばかりで、なんとかうまくいったかな。大丈夫、全然、いや全然バッチリですよ。、うん、はい、あの最後に伺いたいんですけど、はい、まあハゼクラここ10年ぐらいハゼクラ、はい、ハゼクラって感じで来てて、うん、まあ、僕なんか20年ぐらい前からね、あのクランクというよりは、うん、プラッキングって感じですか。そうそう、うん、あのチーニングのプラッキングの最中にハゼのいいやつがヒットするっていうのが、まあ20年近く前からスタートして、はい、でここ10年ぐらいはメーカーさんからハゼクラなんていうのが出てるわけなんだけど、はい、船長がここのところね、うん、あの編み込んだりナットを使ってやってて、はい、実際どうですか、その超過とかロケーション、うん、また改めてそこ説明してください。クランクだけでやってた時は、まあその中でマックス出せるようにはやってたんですけど、こう取りこぼしてた魚が結構いるんだなと。でルアーでなんとかなるハゼがまだまだいるなと、あのこっから先がある釣りだなって思えたんですよ今回。だからすごく編み込んとかナットジグしっかりやることで、あのなんだろうな、あくまで色物だったんですよね。クランクベースでやって、まあちょっと他のでも釣れなくはないよねっていうレベルの話だったのが、うん、シチュエーション次第では全然勝てちゃう。それが分かったので、もうどん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 発展していけるんじゃないかなと。僕も今日はね、うん、船長が組んだ編み込みのセット使わせてもらったけど、あの僕の予想以上に釣りやすかった。何より簡単なんだよ釣りが。簡単ですよね。うん、本当に。そこが。すごい大きかったね、うん、材料としてね。あくまでもプラッキングという括りの中での操作感、うん、楽しさがあって良かったっす。いやね、まあアミコンをあえて言うならシンキングリプレスクランクが下手すると王道になりかねないくらい の、うん、あの強さだと思ったんだけど、そこどうですか、うん、正直な感想で。あるっす。全然ここから先がまだまだ、もしかしてまだ先が他にもあるかもしれないねって思えるぐらい普通に釣れちゃう。よかったよかった。ということで引き続き、はい、で研究していきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。